こんにちは、ブルーホースです。今日は昨日に引き続いてストレス対策38選の後半19個をやっていこうと思います。まあ、なんでねストレス対策これだけ用意するのがいいのみたいな話は昨日してるんで、そちらも合わせてぜひご覧ください。ということで1日5分で対策できますよっていう話の中で、後半20個目から紹介をしていきます。まず1つ目は太陽の光を浴びましょうというものですね。でこれは鬱とか不安に対しての効果があります。で1日朝日を5分浴びるだけでも OK です。で特に寝起きに浴びるのが吉なので、まあ、朝日がいいですよってことですね。で太陽の浴びる時間が長ければ長いほど、まあ、睡眠の質っていうのも良くなるよっていうことが言われています。それから続いて21番目、花の香りを嗅ぐっていうものですね。これは気分を向上させてくれるんですね。自分の好きな花の匂いであれば特に何でもない OK というふうに言われています。そして続いてシトラス系ですね、まあ、柑橘系と言った方がいいのかな、はい、の香りを嗅ぐと。でこれは怒っている時や興奮している時にその怒りとか興奮を鎮めてくれる作用があったりします。続いて3つ目、23番目、コーヒーの香りを嗅ぐっていうものですね。これはストレスを軽減させてくれる効果があります。これは別にコーヒーを飲まなくても、まあ、豆とかを引いている時とか、それからあるいは豆そのものとかの匂いを嗅ぐっていうだけでも OK です。そして続いて24番目は森林浴ですね。海水浴じゃないんですよ。もともと人っていうのはもう何百万年前からっていう単位で自然に囲まれて生きてきたわけなんですよね。だから実は今みたいにゴミゴミとした都会とかビルがたくさん建っているようなところとかに住むよりも原点回帰で自然に囲まれた土地に住む方がいいというふうに言われてます。だから都会よりも田舎の人の方が長生きするっていうのはそういった理由だったりするんですよね。ただまあ近くに森なんかないよっていう方に関しては木がいっぱい生い茂っているような公園に行ってベンチにぼーっと座るっていうのもありです。続いて25番目、自然の写真を見るっていうものですね。まあ、どうしてもやっぱりその田舎の地域とか、まあ、公園が近くにあるっていうところに住んでるんだったらいいけど、まあ、周りがなんかもうハイテクばっかりで都会に住んでて自然が全然ねえよっていうようなところにですね、住んでる方に関しては自然いっぱいの写真とか動画を見るっていうだけでも OK です。これによってリラックス効果を得られるっていうのも、実験としてデータが出てます。続いて26番目、ストレス日記っていうものですね。これは何かっていうと、今日起きたで嫌な出来事っていうのをもう日記にもう羅列でもいいし、もう文章むちゃくちゃでもいいから、もうとにかくイライラしたこと、出来事をもう書き出しまくるっていうのを、やると。で、書き出すことによって、その自分のイライラを言語化してみて、で、あ、こんな大したことないことで起こってたんだなとか、あの野郎っていう気持ちをその紙にぶつけることでストレス対策ができるというものです。ちなみに、僕個人はさらにおすすめするのは、その紙に書き出したものを、バーッと後で全部眺めた後に、ビッビッに破いて、もうゴミ箱に丸めて、ポイポイするっていうのがおすすめだったりします。結構これ効きます。で続いて27番目、不安になるための時間を決めるっていうものですね。で、夜8時から、例えばですよ、夜8時から不安になる時間だって、もう8時から9時まではもうとにかく今日起こったこととか先のことのに対する不安とかイライラすることも考えまくる時間っていうふうにあらかじめ決めておくことが大切です。なんでかっていうと、その時々になんか思いついたかのように押し寄せる不安とかに駆られてしまうと、ストレスを味わってしまうんですよね。だから8時から、例えば夜の8時から9時までストレスに感じたこととか不安に思っていることを考える時間だっていうふうに決めてしまって、それ以外はもうそのことは一切考えないようにするっていうのが OK という話です。そして28番目、ペットを抱くですね。まあ、ハグのところで昨日も紹介した同じ効果なんですけど、対人関係のストレスも効くんで、ペットを抱いてあげるっていうのは非常に大切だったりします。続いて、休暇の計画を立てるっていうものですね。これは、まあ、いい休暇を過ごすためには、なんかぶっつけ本番か。で、しんちゃんの効果、クレヨンしんちゃんの影響が大きいですね。で、なんか、のらりくらりっていくよりも、なんか、いかに計画を立てて、例えば、3日間の旅行だったら、初日はここに行って、ああいうものを食べて、2日目は美術館に行って、何々の作品をじっくりと眺めて、3日余裕を持ってお土産を買って、で、新幹線に乗って帰るみたいな風に、ね、綿密に計画を立てておけば立てておくほど、感情が刺激されて、実際にそれが達成された時の感動っていうのが大きくなるんで、休暇の計画を立てて、それを実行するっていうのも、ストレス対策につながっていきます。それから30番目、出すフュージョンっていう話なんですが、これは認知行動療法の一つと言われてます。で、ネガティブなことを考えている自分と切り離すっていうことですね。また、どっかの動画で僕多分話したと思うんですけど、心の中に相棒とかもう一人の自分を作るっていうことですね。あの人、まあ実は自分のことなんですけど、とは違うんだというふうに考えてあげると。あんなミスばっかりするやつはもう、なんか、自分じゃないよねっていうふうに考えてしまうっていうことですね。まあ
どっかの芸人さんが幽体離脱ってね、まあそれとはまた別かなしでいきましょう。ということで続いてイメージ療法というものですね。目をつむって綺麗な景色を想像しながら自分でそのガイドをして自然の中を進んでいくっていうようなやり方です。だから近所にその森林浴できるような場所とか、あるいは公園とかがあったら、そこに家から歩いて向かっていくとかっていう姿を想像しながら、右手をご覧ください、鳥のさえずりが聞こえながら愛を育んでいますみたいな、そんなねことをねアナウンスしながら進んでいくっていう、そんな感じですね。続いてアートセラピーですね。アートなので絵を描きましょうということです。で、落書きでも何でもいいので、結局はさっきのストレス対策でストレス日記っていうのを書いて言ったと思うんですけど、手を動かして何か書き殴るっていうことがすごい大事だったりするんですよ。なぜかっていうと、人間って目で情報を取るのが6割から8割くらいの情報取得率っていうふうに言われてるんですね。ってことは、自分がなんでイライラしてるのか、何に対してイライラしてるのかっていうのを目に見える形にするっていうことが非常に大事だったりするんで、アートセラピーっていうのも効果があるというものです。そして33番目、マルチタスクやめましょうと。脳は何度も言ったことがあるんですけど、僕のチャンネルでは、同時に一つのことしか処理ができないんですよね。二つ以上のことをやると、ストレスが高まって、しかも生産性っていうのを爆下げしてしまうんですよ。で、結果、目の前にやらなくちゃいけないタスクっていうのがどん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 溜まって、勉強も溜まっていってしまって、うわ、どれからやっていったらいいんだ、もうおしまいだっていう風にストレスが溜まっちゃうと。いうことなので、目の前の仕事や勉強をまず一つ一つ一教科一教科やるっていうことを心がけましょうというお話です。そして続いて完璧を目指さないってことですね。完璧主義って何かどっか不満点があるんじゃないかとか、落ち度があるところがあるんじゃないかとか、ここは不十分なんじゃないかっていう風に、なんかこうマイナスの保守的な考え方をしてしまうんですよね。そうすると、なんか常に緊張状態になってしまって、血圧とか心拍数っていうのが爆上がりする傾向があるんですよね。だから適度に手を抜くこととか、いい意味で諦めを覚えることっていうのが、結果的に体にもいいことなので、生産性高い仕事ができるとか、成績の上がる勉強ができるっていうことを考えると、そっちを目指した方がいいという話です。そして35番目、メールのチェックを減らしましょうと。メールのチェック回数が多い人ほどストレス度が高いっていう研究結果が出てます。なので、まあ、メールすぐに返す方がなんか社会人としていいみたいなことは言われてますけど、そんなことよりも自分の体が資本ですから、メールのチェックっていうのは1日3回までにして、例えば午前中1回、午後2回みたいに時間を区切ってしまって、そのタイミングでまとめて返すっていう風にするのが基地です。そして最後、36番目、スマホの使用量を減らしましょうということですね。スマホっていろんな情報が簡単に手に入ってしまうので、マルチタスクを引き起こす原因の一つだったりするんですよ。ゲームやりながらニュースを見て、で、ちょっとしたなんかブログを見たりとか、SNS 投稿したりっていう風に。で、どういう時に使うのかとか、この時間以降は使わないみたいなルールを決めて、スマホを使う制限をしてみてください。まあ、デジタルデトックスっていうものですね。そして37番目、ポジティブ思考は使わないっていうものです。その瞬間瞬間の出来事とか物事に対してポジティブに考えるっていうのはいいんですけど、何でもかんでもポジティブに解釈をし続けてしまうと、長期的に見るとストレスレベルっていうのが爆上がりしてしまうので気をつけましょうということです。まあ、素がストレス、ね、ポジティブだったらいいんですけどね。そして最後、怒りを発散しないということで、怒りを感じた時に、うらーてめえこの野郎っていう時に叫んだりとか、うわーって泣くとかっていうのは、罰です。イラッとした時っていうのは、その怒りを忘れてしまうようにするために他のことをやって気を紛らわすっていうのがありというところですね。はい。なのでストレスって多分なんか緊張状態だけじゃなくて怒りも含まれていると思うんですけど、怒った時なんかっていうのは今日紹介してきたここに書いてある37個、だから怒りを発散しない以外のことなんかっていうのをやってみてみてはいかがでしょうかというところですね。はい、ということで昨日今日でストレス対策38選ということで紹介してきました。どれが自分に合うのかっていうのはやっぱり人それぞれになりますんで、もちろんそのどれがいいですかっていうご相談をコメントとか DM で投げていただくっていうのも全然歓迎してますし、そういう相談が来ると僕も非常に嬉しいので相談してもらえたらなっていうふうに思うんですが、まずはね、自分でこれ合いそうだなっていうものをとことん試してみるっていうのが非常に大切になってくると思います。数じゃあ自分にとって合うストレス対策っていうのはこれだっていうのが決定的なもの見つかると思いますんでね、まずはいろんなことをチャレンジしてみてください。ということで本日の動画は以上です。さよなら。バイバイ。
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。